きげんよう。徐々に秋めいてまいりました。昨今皆様いかがお過ごしでしょうか。姫白つつじでございます。秋といえば食欲の秋、芸術の秋、さまざまな秋がございますが、今回は質問攻めの秋、皆様からの質問に財閥令嬢がお答えしますという動画でございます。以前ショーツのネタに質問をいただけないでしょうかとおねだりをさせていただいたんですけれども、そちらで頂戴した皆様からの質問にお答えしていこうかなと思います。皆様たくさん送ってくださって本当にありがとうございます。全部お答えできなくて本当にすいません。それでは早速いってみましょう。アナル、1つ目、好きな映画は何ですか。記憶に残ってて、うわ好きだなって今でも思い返すのはですね、アンドリューという映画でございます。皆様ご存知でしょうか。アンドロイドがですね、姿だけではなく法的自由も含めて本当の人間になろうとする、そんなお話でございます。めっちゃ泣く、これ本当に泣く。マジでね、2020年くらいの作品でしょうかね。皆さんご興味ある方ございましたら、ぜひぜひ見てみてください。心が温かくなるんですけれども、心がぐちゃぐちゃにもなります。いい作品です。気になった方ご覧あれ。他にはミストとかミーガンとかホラー映画も大好きです。2つ目、エイペックスの最高ランクはいくつですか。シーズン17のマスターでございます。奇跡的にね、ポイントがすごい盛りやすいシーズンだったんだよね。で、姫白もなぜかマスターに行けてしまいました。ソロマスターに。今じゃ多分考えられないですね。はい、今はね、もちろんもちろんというか、プラチナ、ゴールド、そのあたりにいます。強くなりたいです。気持ち的には心プレデターです。プレデターです。次、3つ目、イラストすごい、昔から描くの好きだったの、本格的に描き始めて何年くらい。ありがとうございます。めっちゃありがとう。昔から描くのめちゃめちゃ大好きで、ママシロ曰くですね、2歳くらいから描いていたそうです。こうじいじじいじと言ってペンをよこせという合図とともに、何かしらなんかひよこだとかなんとか、そういったものとかを書いていたそうです。で、本格的に始めてから多分10年以上ぐらいになるかなと思います。これからもね、成長できるように頑張っていきたいなと思ってます。こちらは4つ目、絵を描くときに好きだなぁと思う色はありますかということなんですけれども、こちらは影などに発生する青とオレンジがすごく綺麗だなぁと思います。毎回なんか見とれてしまうのがその色です。はい、それでは5つ目、好きなお酒はビール。6つ目、バビ肉ですか。講義ではそう。はい、そして7つ目ですね。歌の、姫白お嬢様の歌のうまさの秘訣を教えてほしいということと、あともう一つ歌関連でいただいてました。つつじさん、お歌がかなりお上手ですが、つよつよの喉はどのようにお育てに、じっくり熟成させたのか、ささっとピキャン。どちらにせよお歌好きです。大活躍をお祈りして。好きときめとキス、キエー。言ってしまわれてますね。ありがとうございます。このように褒めていただけて、もう大変光栄に思っております。本当に恐縮でございます。ありがとう。本当に褒めてくださって恥ずかしくなってきちゃったな。全然ね、本当にまあ恐縮というか、もう、全然自分はまだまだ、自分まだまだなんで、
まあ、秘訣という秘訣を知っているわけでもお伝えできるわけでもないんですけれどもあの多分シンプルに楽しく歌えたらそれでいいなといつも思ってますあと喉は強いのはわからないんですけど、歌ってる時に声が出づらいとかっていうのが、まあ日によってあの皆さんもまちまちあると思うんですけど、姫白の場合はその声がなんかちょっと かすれやすいというか、これも一回お医者さんに見てもらったらば、二回見てもらったんですけど異常はなかったんですポリープとかでもなくて全くの異常がないということで、逆に病院行ったのに今日調子いい方ですかって聞かれたことがあるくらいなんですけれどもでそのまあ声がカスカスになってでも出づらいなって思う時は油物を取るようにしてます一度あの歌枠の途中でオリーブオイルも飲んだことがあるんですけどまあ油物をね直接取らないにしても、例えばこうちょっとなんだ牛丼とか焼肉とかそういう動物性の油が出るものとかを食べると調子がいいなっていつも思いますカロリーはね歌で消費するのでゼロになりますんで、あ大丈夫だと思いますんで、皆さんもお試しあれ。8つ目、こちらもお歌関連でございますね。歌動画のツツジ状めっちゃかっこいい、レコーディングとかどんな感じでやっているの、苦労したことや、やらかしエピソードがあったら教えてということでした。ありがとうございます、恐縮です、本当に恐縮ですありがとう。歌の収録はですね、お屋敷でレコーディングをしたり、あとスタジオをお借りして収録していただいたりとかすることもあるんですけれども、そうですね、やらかしたことなんですけれども、一度ね咳払いが入ったデータをそのままミックス室さんにお送りしてしまって、それでなんか後からめっちゃ恥ずかしいと思ってメールで修正データをお送りしたことがありますめっちゃとかってやってるやつがそのまま送ってしまって、ああやらかしたなっていうか恥ずかしいなっていう思い出があります。あと苦労したことなんですけど、これはもうほんと通して歌えるなと思っていた楽曲とか練習をしてみたりとか、収録いざ収録してみたりとかするとうまく出ない箇所を見つけたりとかして、何度も撮り直すっていうことが毎回あります精進あるのみでこれからも頑張ります9つ目、コラボの時数秒の無言から面白いことを喋ろうと頑張ってる姿が可愛いです。何言っても面白いから自信持っていこうちょっとそんなとこ気づかないでくれるいやいや、もう細かいところまで本当に丁寧に見ていただいて本当に嬉しいです、ありがとうございますそうなんだよね、なんかちょっとなんかさ、こう小ボケを挟みたくなるというか、ちょっとね、お相手様の懐をお借りする形というかね、胸をお借りする形というかこうなんか甘えてねやってみたくなっちゃうんですよねはい、そんなところまで見抜いていただいて感謝感激でございます恥ずかしいなおい。10つ目、そんなに叫んで喉やられないの。喉はね大丈夫です。先ほどもね歌の方のマシュマロでとお答えさせていただいたんですけれども、ま、喉はねお医者様にも見ていただいた通りなんともないそうで、本当にまあ、どちらかというと滑舌クトルトルの方か、たまにペロ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 ってなるのでこれからねちょっとねペロ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 ティーノにならないように、頑張っていきたいなと、鍛えたいなと思います。ありがとうございます。11つ目、次のマロ絶対面白いです。行ってみましょう、ハードル上がりましたよ。聞いてくれ、ツツジンティウス、最近夢の中にチンパークヒラオカっていう
謎のテーマパークがよく出現するんだが、遊びに行った方がいいのかな？教えてくれ。上から目線のシコティーヌ伯爵より。今すぐそのテーマパークに遊びに行ってチンチン丸出しにして来てください。あとシコティーヌに一体何があったのかご存知の方いらっしゃったら教えてください。13通目、モテそう。モテます。14通目、清楚系でやってみてほしい。ふにゅー。15通目、教えて姫城先生。配信担当の姫城さんと歌担当の姫城さんがいるでしょ。他に何担当の姫城さんがいるの？うんこ担当がいます。16通目、材料4人分の紹介です。材料分量、鶏もも2枚、玉ねぎ第1個、トマト2個、生姜チューブ小さじ1、ニンニクチューブ小さじ1、プレーンヨーグルト各無糖1ミリリットル、塩小さじ1、サラダ油小さじ2、ラッカパパ1袋小さじ1分の1、クリ小さじ1分の1、クリアンダー1小さじ1分の1、シナモン小さじ1分の1、カルダモン1小さじ1分の1、トマトパウダー1小さじ1分の1、ターメリック1小さじ2分の1、カーマサラ1小さじ2分の1。こちらのレシピを見てたまらず、全く違うカレーを作りました。17通目、歌っている時と叫んでる時のギャップが好きです。ありがとうございます。歌ってみたもいいですが、ラブが特に好きなので、オリ曲2作品目の予定などがあれば聞きたいです、ということで、めちゃめちゃありがとうございます。まあ、まず本当にお褒めいただき、本当聞いてくださり本当にありがとうございます。今後はなんとですね、シークレットという楽曲を今年中に公開予定でございます。まだね、詳しい日時とかは未定ではあるんですけれども、前曲のラブに引き続きですね、同じ作曲家さんが作ってくれて、今回はめちゃくちゃカワな、めちゃカワな楽曲となっております。続報はね、 X とコミュニティで掲載予定でございますので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。もう少しお時間いただいてしまって恐縮ではございますが、めっちゃ嬉しい、ありがとう。はい、ということで、最後は宣伝もさせていただきつつ、皆様からの質問にお答えいたしました。全てお答えすることができず本当すいません。改めましてお送りいただきました皆様、ご協力ありがとうございました。これで姫白ツツジというね、生態が少し皆様の中で鮮明になったのかなと思います。わかった、テストに出るよ。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、バイバイ。全て積み重なるみたい、甘さもない。